ブロムフェナクは、フェニル作酸系のヒステロイド性抗炎症薬の一種で、ある。分子中に、周素原子を含むのが特徴で、主に眼化領域で点眼剤として使用される。かつては内服薬も開発された。ブロムフェナク点眼薬一般名、ブロムフェナクナトリウム水和物。化学名、ソディウムニアミノマイナス3フェノーラシテート、セスキハイドレート。性質、 常温常圧において黄色オレンジ色の粉末。無臭で水に液溶解でエタノールには難溶解。2000年に日本でブロナックの商品名で販売が開始された。2005年 FDA も認可しザイブラムの商品名で販売が開始された。これらは1日2回の転眼薬であったが2010年には FDA が1日1回転眼タイプの ブラムデーを承認している。日本での適用は、外眼部及び前眼部の炎症性疾患の対象療法、眼腱炎、血膜炎、胸膜炎、術後炎症となっている。FDA では、眼科手術の1日前から術後14日目までの投与に限定して認可されているが、日本では術後の投与日数に制限はない。 抗炎症作用は角膜に限定されず、網膜においても抗炎症効果が発揮され、向上性を保つ作用があることが知られる。副作用としては、角膜微乱が知られており、小認次及び、使用成績調査では3843、例中の16例に認められているに過ぎないが、進行すると隔膜開用、角膜改良、角膜先行に進行しうる重大な副作用である。 保存剤として、ベンザルコニウム塩化物が添加されているので、コンタクトレンズを使用している場合は、点眼後5分間経過後にコンタクトレンズを挿用することが指導されている。蛍光投与での臨床試験も実施されたが日本では、市販には至っていない。アメリカでは10日間以下の短期間に限られた、内服のみ承認された。そして、ダーアクトという商品名で、 蛍光製剤が1997年から販売された。しかし、1ヶ月以上の長期間にわたって内服し続けた患者に死亡例を含む肝障害が起こったことが問題となり、1998年に販売中止となった。ありがとうございます。